はい、えー、本物と偽物の見極め方勉強になりましたでねあの本物はなくならないというよりもなくならないからどんどん本物になっていくんでしょうね多分ね吉谷さんが捕まされた坊主の偽物ってあるじゃないですかあれは多分いろんな偽物というかレプリカを作ってなるべく似せてなるべく性能がよく作ってで儲けようと思ってるんですよねだから三流のどうしようもない質だったらリピートが起きないわけですよでも 安いしパチモノだけどそれっぽく見えるし音もまあまあこんなもんかなと思う人がリピートすると思うんですよそのうちにそのパチモノ作ってるメーカーもオリジナルブランドとかね出してくるんだと思います私がね中学の頃ねあの中国製の,あのテレビデオでオリオンってのがあったんですよオリオンっていうブランドがでオリオンといえば安くて悪いパチモノでカセットテープとかもオリオンっての出てたりとかね家電とか出てたんですけどもなんとそのオリオンがね ブランドになりましたよ結構いいねあの B 級ブランド最初はねパチモンブランドだったんですけどもバカにされて,てすぐ故障したんですけども壊れないすごくいい今のソニーみたいなパナソニックみたいなブランドになりましただから続けてるとそれはそれで本物になるのかなとで今回ねなんとあのキングオブコイン泉正さんがまた出てきたんですよ最近ね暗号通貨のね価格上昇が凄まじいですからね暗号通貨がまた見直されだしてるところでやっぱ泉さんが来るわけですよ ね、キングオブコイン当たったコインなんて一個もないというねもう多分ねこの国で日本でね一番なんか持ち逃げしてんの誰って言われたらまあ名前が挙がってくる筆頭じゃないかなと思いますうんねノアコインっていうプロジェクトもありましたけどもねなんかど,どこ行っちゃったんですかみたいなねでなんかこう仮想通貨バンクみたいなのをやってね全員儲かりますとか言ってやったんだけど <laughs> 全員誰が儲かったんだろうかって未だに分かんないと。 もしかしか1,000、ね、年後にみんな儲かるって話かもしれませんけどねまあそんな感じでね泉さんんはまたた。出てきいいなくならなくらですよ。だから本物かって言われると本当の泉正でしょうね本当のドラゴン桜ですよね実際「リアルドラゴン桜」っていう風なコピーで出てきましたけどもなんかドラゴン桜と関係ないらしいじゃないですか <laughs> どうなんですかこれはまあでもなんだかんだで まあ、この業界といえば、泉さんは欠かせないよね、みたいに、私としてはなってるのかなと思います。い <laughs> まだにファンも多いですからね、うん。なんかね、次はどんな手で来るんでしょうか、みたいな。そんなところに興味さえ湧くなっていうところがありますけどね。まあ、暗号通貨はね、うん、自分の裁量で適当に買った方が儲かりますよ。誰かの言う通りにやったら、そっちのバイアスに行っちゃいますから。で、最後に、マトリックス、アフィリエイトですね。どっかで真面目に就職しているんでしょうか 今そうだね。30歳ぐらいじゃないですかね。彼の人生どうだったんでしょうか。マトリックスでアクセスを集めるというね、商材だったと思いますけども、悪質が集まっちゃったんじゃないかなというところでございますね。まあでもね、吉田さん、パチモンを捕まされても結局ネタに使えるんで、我々は儲かりますね。どうやっても。転んでも儲かるし、いいものでも儲かるし、悪いものでも儲かるし、しまいには買ってもない商品のレビューしてね、 でアクセス取れて売り上げになっちゃうみたいなね。何なんでしょうねこれはね。い、うん、ってらっしゃい。